はい、じゃあゲームイズライブです。はい、皆さんこんにちは、です。というわけで、はい、7月10日11日で、はい、フラパが、迫ってきておりまして、もうあと1週間後に迫ってきておりますんで、うん、ちょっとまあ重心化と、まあ、重心化会の様子をね、うん、皆さんにアンケートを取っておりましたので、そちらをちょっと発表していこうかなと思います。はい、ちょっとね、アンケート、協力していただきたいと思います。今回はまあちょっとあれですね、シート集めたので、ツイッターとかでは別に集めてないんで、うん、勘違いして結構リップくださった方とかいらっしゃったんで、うん、はい、フォームでね、フォームで今回やらせて、まあでもね、なかなかやっぱりまとまった票が集まってますね。うん、うん、上位に関してはやっぱ Google だから票数はそんな少ないね。うん、なんで今回早速ちょっと10位からで、ちなみにまあ重心化と回もこれ合わせてますんで、まあ回の方がね、うん、ちょっと比率的には少ないんで、うん、もう合わせたランキングにはね、なってるので、まあ重心化ランキングの発表ですね。重心化&回、はい、トップ10、はい、そう、全体の10位、はい、ラファエ。まあもうすでに今年来るかと思ったもんね。いや、思いましたよ、ね、なんかポーンとニュースで簡単に来るかなと思って、いや、それ、うん、4月ぐらいに来るかなと思ったけどね。重心化がそうだったんだよね、ラファエル、うん、急になんかポーンって来ちゃったみたいな感じだった気がするから、ラファエルは本当何の前触れもなく重心化したから、うん、マジ。まあ、でもウンディーネがね、あの絵柄ガラッと変わったみたいな例があるんで、うん、ラファエルもなんかその進化前みたいな感じに寄せてくる可能性あるんで、すげえ楽しみです。回はまあめちゃめちゃ多分、うん、しかも強くなるだろうしね。そうですね、ちょっと期待でもラファエルからあのボールチェンジシステムちょっと取り入れてほしいですね。ああ、でもあのちょっと可愛い幼女の方みたいな、確かに、とか、うん、あのお姉様のね、ちょっと精霊っぽくなるのかみたいな。回でそれはありだね、確かに、うん、回で確かに、そして回のメリットが、うん、変わるっていうのは、うん、ラブライブでね、一応来たから、うんですね、もうちょっと期待したいっていうのはあるけど、でも普通に来そう。でもラファエルはフラファあんじゃないかな、やっぱ。いや、ありえる、うん、マジ天使はマジである、うん、普通にちょっと現実味を帯びてますね、うん、な気がする、普通にね。なんでまあ実は10位、9位、これも確かに来てない。来てないけど意外っすね。本当に意外、めっちゃ意外これまあもう一応ちょっとこいつがいるやつが目立ちすぎちゃってるんですけど、シオ、はい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 、まあね、ダルタニアンと一緒に置いてかれましたけどね。ダルはしかも情報申請までもらってね、個人の才能まで伸ばしてんのになんなら降臨で出ちゃってるからね、自分が出身化する前に。あ、そうだよね、そう、シオ、うん、も出ちゃってる。でもここもちょっと性能どうなるか分からんけど、そろそろコント、シオンはどうでしょうね。まあ、スクランブルが結構トゥーファの方に持ってかれちゃってんで、ね、うん、シオン自体が。そうなんだよな、どういうふうに、あっちでいいとこガッチャンコ感じる。逆に言うと火のトゥーファみたいに来たら結構今活躍できそうですけどね、うん、火は友情、まあ、あのバサラとかとアビリティ被ったければ、うん、そうだよね、まあ、火もね、うん、確かに一気に強くなってるから性能がどんな感じになるかわからんけど、言うてね、うん、限定キャラでもなんでもないから。でもまあ結構焦点は当たってますよね当たってる、うん、いろんなとこで優遇されてるから人気だしね。シオンもでもそのなんかモンソニ関連でもしかしたらなんかワンチャンなんか絡めてフラパでもあるかもしんないね、うんうん、まあでも完全にそっち行ったらもうアイドルみたいになっちゃってるけど、そうっすね、そう、どっちの自分を伸ばしていくかっていう、どっちの自分完全に素の自分があれなんだよな、うん、諦めました、ね、諦めそう、あいつはもうユニット依存になっちゃったんで依存しすぎなんですよね、単純に。だからね、まあでもそれでもちょっと忘れられてないって感じはちょっとしようしますね、うん、これもね、通常キャラの方だと結構ね、もう上位には食い込むレベルで高かったんで、うん、そうですね、そう、通常の中では全体でこのぐらいの位置まで落ちてきてますけど、やっぱりショーンもね、うん、入ってきてますよね。そこで9位でした。次、8位、アレクサンドライト。うん、これも確かに来てねえわ、うん、人気っすね。人気やし、もうだいぶの前のキャラのイメージもついちゃってるもんな、うん、出た時、ね、結構ブイブイ言わせてて、グランプリとかでも活躍してて、うん、みたいなぐらい焦点当たってましたからね、うん、確かにアレクサンドライトどっちもいいキャラだったしな、うん、間違い、あのキャラ当てて、うん、強かったし、これは確かにどっちで来る、なんかガッチャンコにはならなさそうだな。なんのかな、なんですかね、トライデントは持ってきそうな感じはするんですけど、うん、なんかいいところってさ、やっぱ貫通で高スピードからのダッシュみたいなイメージがあるじゃないですか、殴り強いイメージあったから、うん、殴り最強みたいな感じがあるから、うん、高スピードアタッカーになってほしい感じはしますよね、うん、嫌わないからさ、そしたら確かにな超スピードもできるし、友情じゃないかもしれないね、うん、アレクサンドライトに関してはね。ジャッキとかなんか汎用キラー持ってきてくれたらちょっと強そうですね、うん、というわけで8位がアレクサンドライト、はい、うん、次7位、うん、小野の小町、はい、来そうだね。で結構低かったなと思った、トップ3入ってくるかなと思ったじゃない、まあ、でも限定でした、そうだね、うん、ここまで下がるかっていう感じだったけど、まあ確かに限定だとそろそろもう小町なのか、順番的にもね、ですね、小町モンスターとかその辺がやっぱ順番的な話をするとはなってきますね、来そう
来そう、小町は。で、小町フラッパ級って言っていいもんな、うん、多くないもんな、小町自身としてだったら。小町はめちゃくちゃ強くなる。分岐すんのかな、ワンちゃん。どうなんだろう。どっちで来るかっすよね。正直、今の時代だったらもうクロスティンガー忘れてほしいんですよ。いや確かに、ちょっと、それかまあ、もう調教とかになるしかないよね。そう、調教クロスとかだったらまた違うんですけど。さすがに強いとは言えないね、今はもうね、クロス。まあ、砲撃持ってこないじゃないですか、うん、ここ間違いなく。どうなるか、毒キラーがどんな感じになるかだよね。そうですね、毒キラーもさらに。まあでも、貫通でアリスアルファぐらいの毒キラー持ってきたら、うん、さらに奈落の価値が上がるんで、俺は嬉しいですね、うん。確かに。まあ、奈落っていうか、あれか。また、オツーが強くなりますよね。必然的に、必然的に小町が強くなれば、オツーも強くなるから。また、オツコマ、なんか、オツコマ腹筋だよね。ね、あるね、うん。それはあるな。で、初の降臨重心カード、オツーくんでしょ。オツーも一緒に。まあ、16ブロックをどうするかっすよね。マイスイワープの方で持ってくるかもしれないし。うん、まあ、でも小町だったらワンチャン分岐してもいいけどね。前回の小町は、天才天枠で。小町は分岐するか、うん、なんか、ガブレールみたいな感じでめちゃめちゃアビリティついて、うん、そうですね、ガッチャンコになるかって感じがする。1日目で小町の重心が発表して、うん、で調教状態上回復プラスになって、うん、はお前何考えてんのってなって、あれって2日目で調教クロスティンガー系のカッチャンコね、カミカの方の小町が出てくるみたいな、まあ、去年の連帯天才よね、うん、そうで混ぜちゃった人発して終わるっていうなるほどね、うん、小町はそのぐらいインパクトはあるよね。インパクトはめちゃくちゃあるね、小町はね、うん、まあ、これ もう全然フラパ級は間違いない、はい、次6位、はい、ここはちょっとですいません、謎ですね、もうね、まあ多分、うん、そうね、ほぼほぼなんだろう、どんぐりの背比べというか、うん、まとまった票が一気に来てたんで、もうちょっとちょっとね、ガッチャンコになってるんですけども、新天使5体、あ、カマエル、メタトロン、サンダルフォン、ザドケル、ラミエル、うん、まあ、ここ大体ね、その 100、そう、110、うん、100から120前後でね、ほぼほぼまとまった票が集まってたんで、うん、今回多分ね6位で集計これさせていただいたんですけども、まああるよね、ある、全然ある、特大、マジで特大サプライズとかで、うん、でもなんか新天使5体っていうのがあんまイメージつかないですよね。1体ずつなんか来るとかなら分かるけど、うん、5体一遍ってのはなんか考えづらいですよね、やっぱ5体になっちゃう、ね、そうね、なんか5はこいつらで取るってなるじゃないですかいや、えぐいよ、うん、本当に来たら。一応だってこのね、天使たちもさ、毎月毎月こうガチャでさ追加されてきたシリーズだから、うん、毎月毎月なんか重心化でね来るっていう流れなのかなっていうのは、こっちはなんか自然な感じはするけど、うん、誰かしら一体あんのかな、ここありえはしますね。あるとしたらどこっすかね、タイミング的に、まあ、なんかハマる場所とかを考えると誰になるんすかね。まずザドキないじゃん、消去法でいくとザドキはなさそう、うん、でメタもなんかボーンってハマるって感じはしないから、一旦置いといて、やっぱラミカマが一番イメージ強いのかな。あとあれか、サンダルフォンとかがそのワンちゃん闇ゴボですので、うん、こっちでハマるよみたいな感じ、うん、ラミカマに関してはアルファがないんで、あ、そうね、そう、メタさんはアルファがあって、で、ザドキュールはあんま考えられてないとして、うん、ラミカマがやっぱちょっと、うん、ありそうですね。確かにその優遇一応最初一応アルファであの人たちは来てるんで、ね、うん、まあ一応クリスマスとかで来てはいるけど、あ、ね、だからあっちに、で、ザドキュールはあのイースターが来たから、うん、一応全員ちゃんとイラストキルあるんだけど、うん、すごいけどね、多分5体来たら楽しみっすね、めちゃくちゃエグいけどね、カマエルとか超強くなりますけどね、めっちゃ盛り上がるだろう、そう、カマエルどっち来るんですかね、うん、まあでもアタッカーのイメージ強いですけど、うん、だって砲撃の可能性もありますからね、カマエルは確かにな、超強ランページ砲撃とか来たら、まあ、まあ強そうですからね、うん、だってあいつ爆発ですからね、サブ普通に使える、うん、かまあこのタイミングで確かにメタロンだと届けるとかも強くなってほしいよね、めちゃめちゃ、まあそうですね、なんか今の当時のラミカマぐらいね、そうそう、うん、まんまやらせてほしいよね、そもそも使わ全然使って、うん、まあ届けるに関しては本当そうだったろうかな、メタトロンまだね使ってたかもしれない。あ、でもカマエルさ、ワープと重力合わさったら普通にエリミネーターありますね。ああ、さらに、うん、重力ワープでエリミネーターガンガンありますね。それは嬉しい人多いだろうな、超ありえそう、うん、ジャッキも持ってきてってなったら相当強くないですか、うん、重力ワープジャッキのパワーフィールドとかだったら相当強い、怖いのやばそう、うん、相当強そうっすよ、めっちゃ相性いいやん、うん、他のやつとも、うん、ラミエルとかも超ワインになりそうだしな、うん、なんかラミエルはなってくるだろうね、まあ、容量の
ヨーはもうなさそう、なんか水盤ハーレーの貫通変化みたいになってきてますよね、またね。ヨーヨーはもういいよ、ちょっと悪かな、あれは。でも難しいっすよね、まだ近畿さ、使ってる人いるじゃん、絶対。そう、あそこ少ないもん、枠が少ないから、まだ少ないから、そう、貫通強いので晴れるしかないからな、あそこ、今そういう意味じゃ、まあ分岐はしてほしいけど、うん、まあ、五大天使全部なんかゆっくり来て分岐の方が俺嬉しいな。確かに、うん、一気に5体、一気に1枠とかな、うん、薄くなるんだったら来てね、うん、というわけで6位が新天使五大天使、うん、5位宮本武蔵、めっちゃ期待したいですね、うん、前回遊ばれましたからね、こいつおって出てない、そうか、武蔵みたいな、うち限界って、そう、誰のやつで出てきたんだっけ、あれ、あ、サダダか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 、誰かの、で出てきたんだっけ、なんか武将系が多すぎて、だったかな、サダダってもっと前じゃなかった、だってあれ違うか、龍馬かサスケじゃない、誰だっけ、小次郎、小次郎 PV あったっけ、小次郎はそもそもそっちじゃないんだよ、そうだよね、はい、誰かのだよね、小次郎はフラパだよね、一昨年、去年、一昨年ちょっともうそこもあれですけど、あれだけど、でも何かしらちらっとね、うん、出てきたっていう、モンフリがサスケかリオマスもね、うん、どっちかなんか出てきそうですね、まあ、誰と関わり合うか知らないからさ、うん、ただね、もう上杉の霊があるから、うん、まあ属性キラー持ってきてやばいでしょうね、キラー M だろうね、うん、魔法間違いなく、どう転んでもこれ強くなる気がしかしないもん、うん、キラー M の、武蔵は、いやでもトライデントじゃなくてあのホライゾン抜け出してほしいですね、うん、あの辺のレーザーはどうなるか、あれホライゾンレーザーですよね、ホライゾンレーザー、そう、ホライゾンスワビの方、そう、エペが出てくる、まあスワビになるかどうかではね、一応あの殴りの方はゲージだったから、いやスワビじゃない、 M の方をしっかりね、そう乗ってきてくれたらめっちゃ強いけど、超 AGB 属性キラー M で止められそうっすね、剣士みたいに、あーもうそれだけで、でもそれだけっつって、うん、で剣士もダメだけじゃん、うん、あとはレーザーだけか、やっぱりどうなんだろうな、ね、レーザー強い、もともとがレーザーだけっすもんね、うん、そう、剣心パターンで言うと、あれ神化の方って爆発サブで、剣心さ、ツインホライゾンから急にさ、ダンクになったじゃないですか、うん、だから全然ダンクの可能性もあるんですよね、何だったっけ、何だったっけ、あ、レーザーレーザーツインバーティカル、ツインバーティカル家にホライゾン、レーザーレーザー、なんかレーザーレーザーだね、縦、うん、まあ縦横、じゃあもうレーザー系は硬そうですね、硬そうだね、うん、どうなりますかね、じゃあこれも確かにな、ツイン MELEL って感じかな、 ELEL かな、まあ乗る感じで SS が爆発なんだよ、いやもうやめてほしい、ほんとしかも両方そうっすよね、両方そう、うん、これはまあそこはいいっすよ、最悪それで、だって剣士もさ知恵のワードで、まあそうだよ、なんか爆発 SS はそろそろ自走強化つけてほしいっすね、うん、結構割と高めの、しっかり別に爆発頼ん、まあ、頼んなくて、でもそもそも頼ってないけど、うん、普通に殴っても強いですよっていうので、上振れオールランチ来ねえかな上振れオールランチやばいっすよ多分あのキラー M だけにして、ああアンチアビいらなくてキラー M だけのオールランチ来ねえかな、発端から打てる、相当強いよそれは、やばいよ相当強い、貫通版当時のサタンアルファみたいになるわけだから、武蔵はでもちょっとありそうっすね、うん、うん、武蔵はちょっと期待したいね、順番的にもそう、うん、強さ的にも、うん、まあ超バランスもほぼ確定してるようなもんだから、うん、ロートくる感じもするし、うん、普通にもうすでに、なんならね、そう、武蔵も超バランスなんだよな、そう、だからもう絶対超バランスまあそう、超バランスになっちゃう、ね、なんかそう、M の方砲撃のイメージなんかあったりするけど、だからもう超バランスの 1.2 を考慮してから属性キラー M をつけなきゃいけないから、うん、結構バランスがすごい難しそうなんですよね、うん、確かに、いやそれで、でもあるな、いやそれで武蔵が次に闇声でついいけちゃうよみたいなのが、やばいっすね、あるかもしれない、そしたらマジ脳筋パスよガチ脳筋パス武蔵ハマったらはい、というわけで5位が宮本武蔵と、うん、次4位いきます、はい、ソロモン、まあ、うん、そうですね、シュワークは次順番的にソロモンなんですよね、ソロモンおかしいっすねソロモンあるか、いやまあ超王道妥当に考えるならソロモンなんですよね、うん、毎度の恒例のさ枠があるじゃないですか、うん、その枠をちゃんと考えていくならソロモンなんだけど、だからそうか、もう完全に鳥レベルだよね、ソロモンね、まあ、少なくとも今回か、うん、10月の周年とかでは来る気がする、うん、どっちかでは来そうだよね、いやソロモンだな、確かにそう、でもまあ普通に冷静にソロモンだ、冷静にソロモンだ、冷静にソロモン、でも X ラグさんはこういうそのソロモンって大体予想ができるやつでも盛り上げてくるから、うん、まあ結局来てくれたら来てくれたら嬉しいんだけど、うん、まあ分岐だろうね、うん、まあねソロモンも多分絶対分岐だろうな、ソロモン分岐しなかったらフラパ3日目来るよとフラパ3日目来ますソロモン分岐しなかったら、しかも多分ソロモンでなんか爆発 SS もかわいそう、うん、なんかあー、うん、確かにね、ソロモン違ったじゃん、ソロモンの爆発 SS は強いから殻破ったよね、殻破ったから、うん、ここからちょっと SS そこも変わりますよね、確かにね、どうします開き直って爆発 SS を強くしてきたらもうそっち方面でやばいね、いや
神化ベースもめっちゃ強いのなんかイメージできるもんな。あれまあどうすんだろうね。え、まあ多分あれっすよね、トライアングルボム、ね、トライアングルボム、トライアングルボム何発か撃ってくれんのかな。か、まあ、トライアングルボムスロー、え、もう引っ張っちゃう。そうだから、それやばいな。ボムスローの部分がトライアングルになるみたいな。全然あるよ。強いよ。え、でもそれぐらいじゃないですか。確かに、毎回それぐらい、それぐらい。じゃトライアングルボムスローに全敵貫通ロックオンみたいな、弱点か、弱点貫通ロックオン。それも調教つくかもしれないけどね、そろそろ。確かにね。まあでも攻撃だからやりすぎないか、うん、バリア展開 SS とかも倍率すら覚えてねえもんなあれでもあれ使うとマジ強いっすよ、ね、あれ、うん、そう、安心感半端ないから。ソロも巻きそうだな、うん、ソロも使う場所のせいでさ、なんかあのなんだっけ、帯釈天とかでさ当時使ったじゃないですか。だからバリア SS がマイナス入ってるんですよね、あのバフがもらえないとかさ。あ、確かにソロも確かになんかそういうバフもらえないみたいな感じはあるな、うん、そう。でもまあ強いからね、うん、使えば、まあ、進化ベースで来ても強いだろう。絶対強い、絶対強い、まあ、バイタルの生みの親ですからね、うん、追撃貫通弾とかもここでワンチャンなんかね上位来るかもしれないしな、まあ、調教かもしれないし、ね、うん、追撃貫通もそれこそなんか三方向になるかもしれないしね。あ、それやばいね。やばいよね。三方向ってやばいな、まあ、ほぼ2個当たんないけどだからそいつは中央にしてるから隣り合ってたりしたら強いけど、ね、確かに当たりまくってたりしても本当にやばそうだけど、まあ、ボスに対してはやばそうだよね、ザコとかも、うん、まあ、ソロモンもちょっと濃厚ですね、うん、非常にちょっと、まあ、ちょ高い、確率高いですね。限定級はやっぱりどれも入ってきてるのは高いこれみんなちゃんと投票してくれてますね。なんか自分が来てほしいじゃなくて思想ってところちゃんと投票してくれてる、ね、限定は結構、うんうん、現実味あるかなっていう。なんで一応4位がソロモンでした、うん、はい。次3位ビナー、うん、ここもありえるよね。ビナーも確かに、まあでも来ても最後の鳥じゃない気がするよね。そうね、鳥はちょっと、だからソロモンの前の前座でクソザコビナーが発表されるとかはちょっと安易に想像できるけど、でもビナーもね来るときはその敵がいないときにしてほしい。あ、そうね、そう、他に強敵がいなくてビナーが一番になれるときに来てほしい。うん、うん、なんか今来るとなんかいやもうみんなしてほしかったんでしょみたいな感じで来てる感ちょっと、まあ、確かにあるもんね。まあでも普通に嬉しいですけどね、うん、それ以上に多分嬉しい人の方が 9.9 割占めると思うんで、うん、ちなみに俺はビナーに入れますてかこれ予想っすね、来てほしい来てほしくないとかじゃなくて予想でビナーですね、うん、あとしっかり強くなってほしいな、うん、分岐なくてもいいから。いやビナーはまあ強いと思うよ、うん、来たらね、来たらね来ない、ランキタンと一緒当たれば強い、来ないから弱いんだよこいつも。だからまあどっちベースで来るか分からんけど、うん、ガッチャンかなるかも分からんけど、神化っすね、重力は盛り上がるか、枚数ダメめちゃくちゃね。だ普通にもう CV とイラストは完璧なんで、あとは性能がついてくれば大人キャラなんですよ、うん、それがやっぱどうしてもね、うん、もう工場キャラにさえどんどん追い抜かれてってる現状だから。いや、やばいよね、下蹴りが止まらねえんだ本当にだからちょっとリナは頑張ってほしい。いや、話はね、そう、映画まで登場してあの仕打ちはねえだろう。うん、まあカムイとかの例もあるからね、このぐらいで早めにガンガン来るのは。そうそうそう、うん、カムイが来たタイミングがもう過ぎてるんですよね。あ、そうだよ、そう、カムイもっと短いタイミングで来てるらしくて、なんでもう全然来るタイミング的には合ってる、うん、いやそれで確かにな、来年その着物バーが改めてビナ新春で来るみたいなあるかもしれないしね、うん、そっちも、もうだって今だまだやっぱ早い感あるじゃないですか、腐り切ってないから、うんうんうん、っていうのを考えるとやっぱもう腐り切って跡固まらなくなってる方がしっくりくる、うんうん、まあ、2体出た時の限定だしね。そうですね、このぐらいのペースで来ないと限定も増えてるから。もう最悪そのニュースね、あの終わった次の週の普通のニュースでもいいですよあ、いやそれやばい、そっちでいいっすよ、それもありそう、荒れたら、荒れたらじゃあビナー就職してください、荒れたらそれもめっちゃありそうだな、うん、はい、というわけで3位こちらビナーでした、うん、2位いきます、モーセ、はい、濃厚勢、濃厚勢ですね。のこれはまあ確かにもう順番的にもここはもう来ないとというところでね、うんうん、正直ソロモンモーセがワンツー締めてくるかなと思ってますね、うん、モーセ、あ確かに、うん、モーセはまあフラッパだろうな。でもこいつも最後晴れないよな、うん、でもさ、はい、あどうなんだろう、重心化の仕方ってさ、やっぱ今までのキャラを見るにさ、その性能がやっぱ今の時代に追いついてないっていうのと、うん、使われてない率見られてると思うんだよね、うん、最近未開とかでもやっぱモーセの採用あったりしたし、うん、シュリンとか未だに使われてると思うし、神化の方はどんどん使われなくなってきてるけどね、進化はなんだかんだね、進化やっぱ使ってるから一定の波はあるよね、うん、まあ、このタイミングね、確かにね、ほんまどうなるのかなって感じはするよね、うん、まあ、どっちもでもなんかね、確かにな、うん、スプリットバレットだけでもいいですよ、もうスプリットバレットがつけばモースはいいですよ誰かにつけばもう最悪、その地さえ残してくれればね、うん、確かにその地は今のところ誰にも受け継がれてないっていうような問題だから、その地が受け継がれているなら最悪モースのことは許してくれますよ、みんな。進化だったジャッキーもね、多分守ってくれるね、M 以上で、ね、うん、なりそうだし、
地雷なのよ、ね、はまあもうセラファイルあたりはどっちかだろうな、アビリティ被るから、うん、両方来るとかほぼ間違いなくないと思うから、ハビカノンもな、ダメオだけで来てもどうすんのかっていうあれもあるかな、まあそうですね、属性キラー強化するか混ぜたいね、スプリットジャッキ属性キラーとかいいんじゃないの、強い、うん、ジャッキ属性キラーのもうなんか電撃スプリットバレットみたいな、うん、それだったら確かに既存でもなんか納得できる強さありそうだな、うん、電撃ももういらないんだよな正直な正直電撃もいらないんだよね、普通の電撃だからね、はい、はい、というわけで一応2位がモーセと、うん、最後大多数の票をねこれ貸すやばいね、モーセの 1.5 倍なんですよ、うん、限定すらも差し置いて、そうで1位来ましたけども、モンタナ、モンタナ行きましょうと、まあもうでも確かに古いのはもうね、うん、ここいらで全部一旦重心化させてっていうのは思うしね、まあ、去年の10月にコナンケ取ってたら多分1位がサスケになったのと一緒だね、うん、いやすごいねこれ、やっぱモーセ、ビナー、ソロモンっていう結構誰もが名前挙げそうなキャラを差し置いて、うん、モーセに 1.5 倍、ビナーの約2倍の票を集めてる、完全なるもうナンバーワンに、うん、期待されてるっていうところなんだろうね、いやこの期待値には応えてほしいね、モンタナはこんだけ引っ張ったってもあるしね、いやだ見たくないよ、火消しモンタナは火消しモンタナ見たくないからな、だから性能がどうなるかだよね、いやもうなんかさみんなモンタナに関してはさ、これ入れてる人さ性能興味ないでしょこれはモンタナが重心化するっていう事象を求めてみたいなあれモンタナ獣キラーついてたっけ、ね、ついてないですね、ついてないか、はい、魔王だっか、はい、魔王っす、モンタナ、モンタナじゃ魔王とか、魔王とカウンターキラーワープですね、違う、よくわかんない、クソ、あ、でもさ魔人だ、クソちっちゃいだ、クソちっちゃいあのレーザーが出ますね、神か、めっちゃ面白いですよ神かから出るクソちっちゃいレーザーが面白いイメージ、もうだからあれなんですよ、あの頼朝、うん、になんか全部取られたんじゃないのみたいなところで、確かに本当につけろよっていうやつ、うん、まああいつ活躍しないから別にいいんだけど、でも今さら魔王にされてもそれは本当にある、うん、初カウンターキラー EL 持ってきていいと思うんだよね、それでもリミタイもなしとか、うん、完全に殴りで殴りとか、まあ、スワミの友情強いみたいな感じ、まあでも本当に来るとしたら俺魔改造パターンだと思うな、うん、あのサスケもさ結局アジンキラーもう受け継ぎはしたけどさ、アジンキラーが濃いやつじゃないじゃん、うん、だって今サスケってパッて言ったら当時はアジンキラーだったけど、うん、今って全敵とか、うん、ブーメランとかなんかその辺のイメージの方が強いじゃないですか、うん、サスケってだからモンタナはそうなってほしいですよね、魔王キラーがもう普通のキラーになっちゃっておまけでついてるみたいな、うん、他で魔改造されてほしいですけど、まあね確かに重心化してもどこで使うのっていうふうにはなりそう、うん、正直しないとしないとね、サスケはちゃんと活躍してくれてますからね、ずっとね、うん、サスケは本当に、ね、どうなるか、今の流行りの本当これからも戦っていけるようなアビリティになってほしいね、うん、せっかくだからね、うん、いや俺新友情ついてほしいな、なんか最近マンネリ化してません、人気どころつければいいやみたいになってるじゃん、スフィアが増えたりとかさ、うん、最近なんかなんて言われたらね、確かにもう新しいのって基本的にもう豪鉄でしかつかないしな、うん、まあ、でも分かりやすいっすよね、あの発表するときってさパーンってチェイススフィアついたらうわこれ強いってなるじゃん、うん、けど新友情だったらそこで反応できないじゃないですか、えどういう友情なんだろうって止まっちゃうから、うん、だから盛り上げで言うとやっぱ既存友情つくことが多いのかな、うん、まあ、ちょっと強くなったり、うん、ちょっと変わったり調教とかね、イメージしやすいとかね、うん、それでニューつくのやめてほしいんですよ、ニューニューとかなったらどうなるのこれ、そう確かにニューだけだみたいな、うん、でも最近使ってみてもやってくれるときあるじゃんフラッパーかなんかでさ、あ、そうね、あったっすよね、うん、ガブかなんかの時もあったし、うん、あれあったら嬉しいですけどね、うん、やばーみたいになりそう、はい、というわけで、まあ、堂々1位がこちらモンタナでしたと、まあでも納得ですね、普通にこのランキング自体はもうなんか順当にこれはねえだろみたいなの一切ないから、うん、うん、はい、というわけで、次のね、うん、フラッパーの、重心化回の予想やってまいりましたけれども、まあまあでも全体的にはなんか納得いくどっちもねランキングだったかなっていうのありますんで、うん、まあ皆さんもコメント欄の方であれ来てほしいこれ来てほしいとか、うん、これ来るんじゃないですかとかね、まあ、事前にこういうの言われてましたとかありましたらコメント欄でぜひよろしくお願いします、お願いします、いやでも今年はどんな演出でどんな盛り上がりするのかなっていう人にちゃんとよろしくお願いします、で今回もゲームの話を A から送りました、ナビでした、終了、ご視聴ありがとうございました。